駐在員、滋賀県住みます芸人ファミリーレストランです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。まあ、我々はね、常日頃からこの犯罪を防ぐためにね、いろんなお手伝いをさせてもらってるんですけどもね、中でも皆さんに気づけてほしいのが、あの特殊詐欺というやつね。そうなんですよね。中でも代表的なんかね、振り込め詐欺いうやつです。あ、こうね、身内になりすましてね、悪いやつが電話してくるわけですよ。そう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 。プルルプルルル。もしもし。もしもし、おばあちゃん。たけしか。あ、そうそう、たけし、たけし。どうした。いや、おばあちゃん大変やね。今仕事の移動中にな、ミスを犯してしまって、今すぐお金振り込んでほしいね。いくらいんねんな。230円。安いなおい。230円ってないの。いや、電車の中でイコカ落としてしもて改札出られへんねん。どんな詐欺それお前。違うやん。もうとね、ここ大金をね、騙し取ろうと悪い電話してくるわけです。あ、大金ね、わかりました。プルルルプルルル。あ、もしもし。もしもし、おばあちゃん俺やけど。たけしか。そうそう、たけし、たけし。どないしたん。大変やね、今交通事故起こしてしもてな。え、今すぐ示談金払わなあかんねん。振り込んで。いくらいんねんな。4兆円。もう高すぎるなお前。何4兆円って。いや、たまたま出くわした貴族のパレードに追突してしもて。そんな状況ある？見たことある貴族のパレード。たまたま運転してたんがお年寄りの上司のドライバーで、アクセルとブレーキ踏み忘れたんや。いや、ようあるけどね、そういう事故。気ぃつけなあかんやつや。お年寄りの運転は気ぃつけてください。いや、そうやて、今だから特殊詐欺の話やから、なんかあれや、あの銀行員になりすましてね、なんかこう、なんか融資の話持ちかけてきたりするやつとか。あ、なるほどなるほど、わかりました。プルルプルルル。あ、もしもし。もしもし、琵琶湖銀行の原田というものですけども。原田さん。そうなんです。今ですね、なんと5000万円まで無利子でお貸しできるというキャンペーン中でして。すごいですね。いかがですか。またお願いしようかしら。 ありがとうございます。ではまず保証金としてですね、1000万円こちらに振り込んでもらえますか。お金いりますの。そうなんです。ほなやめますわ。かしこまりました。いや、聞いたらあかんねん。おいおい、諦めたらあかんねん、そこでお前が。断ったから。いや、違うやん、話終わってまうやんか。難しいな。もうなんか他にもなんかほら、もう一人何役もやってな、怖いろかやって匠に騙してくるやつとかあるから。わかりました。プルルプルル。あ、もしもし。あ、もしもし、警察ですけども。警察。お宅の息子さんをね、痴漢で捕まえましてね。え、痴漢。幸いね、向こうの女性の方がね、示談金で許す言うてはるんで、ちょっと息子さんに代わりますわ。えらいこっちゃ。もしもし、おかん。何してんねん、あんたは。ごめんな、今すぐその女性に100万円振り込んでくれへんか。100万円ってあんた。ほら、ちょっとその女性に代わるわ。あ、もしもし、被害者の女性。声変えろや、おい。声変えろや、お前。全部一緒やないか、お前。難しいわ。もうやっぱ減った。もう俺がやろ、俺が犯人。お前だから、だまし被害者やで、被害者。ああ、わかりました。プルルルプルルル。ガチャ。あい、もしもし。あ、もしもし、俺やけど。あ、たけしか。そうそう、たけし。ちょっとな、仕事でミスしてもうて、今すぐ100万必要やねん。100万円。あんた、お前にたけしか。たけしや。たけしないと、おばあちゃんと一緒に決めてるあの合言葉言うてみ、今。合言葉なん、言われへんのか。いや、言えるよ。あれやがな、昔うちで飼ってた犬の名前やがな。犬の名前言われへんのか。いや、言えるよ。ヒントは、ジョ。正解、振り込みます。導くな、おいおいおい。導くなよ、お前は。ついついごめん。知恵、普通にやって。普通に騙される人。ああ、わかりました。プラララ、プラララ。ガチャ、あい、もしもし。もしもし、俺やけど。たけしかいな。たけし、たけし。ちょっとね、ちょっと仕事でミスしてもらって、今すぐ100万必要やね。ああ、そうなんか。あれ？でもたけし、あんたな、そんな声やったか。せやで。あんたもうちょっとしゃくれてる感じの声やったけどな。たけしやで。たけしや、たけしや、そんな声やったわ。せやで、おばあちゃん。あれ、でももうちょっと声高かったような気するけどな。いつもこんなもんやけどな、おばあちゃん。たけし、そんな感じで、そんな感じやで。あんたどないし、懐かしいやんか。せやな。あれやな、昔よ、おばあちゃんの家でやってたあれ見てみたいな、あんたの得意なあれ。何？モノマネ。モノマネ。あれようやってたやん、モノマネな。ほら、あのね、だけほら、営業中のサラリーマンが道に迷ってるとこ、あれやってたやん。たけしやったらできるはずやで。せやな。聞かせて、あれな。やってやって。あ、もしもし。はい、すいません。はい、あのね、今近くには来てるんですけども、あの、そちらの場所が、はいはい、は見えないですね。はい。あ、たけしや、たけしや。ようやってた、ようやってたな。これやろ。ああ、たけしやわ。これやろ。あんたもう一個やってたよ、あれも。みたいわ、あのモノマネも。何？ほら、その営業中のな、サラリーマンがな、道に迷ってな、相手先に電話したけど、先に自分で見つけてしまったとこ、あれやって。
たけしやったらできるはずやで。やってやって。あ、もしもし。はい。今近くには来てるんですけど、はい。うん、ありました。行きます、行きます、行きます。あ、たけしや、たけしやわ。たけしやわ。そうやろ。やってた、やってたわ。信じてほしいな。あのモノマネもようやってたな。何？ほら、ほら、そのサラリーマンがな、うん、途中で寄った喫茶店でな、うん、飼ってる盛りのついた猫。ああ。そうそうそう。たけしやわ。でそこの喫茶店のおすすめのパフェのモノマネもやってたよね。うん。やってる？やってるよ。やってる？たけし。やってるよ。ああほなたけしはたけしは信じるわ信じるわ。おばあちゃん。何何？もう100円信じてもらうの困るわ。いろんな意味でもう信じてもらうの困るわ。そうやな、そうやな、信じるわ信じるわ。たけしはたけしは。頼むわちょっとお金振り込んでくれよもう。あとたけし言い忘れてたけどな。何？たけしってな、うちで昔飼ってた犬の名前やわ。犬やったんかい。もうええわ。どうもありがとうございました。